ゴットフリート・アウグスト・ホミリウスゴットフリート・アウグスト・ホミリウスはドイツのカントル、作曲家、オルガニスト、ローゼンタール出身。大学進学のためにライプツヒ,ヒに行き、はじめ別の教師について音楽を学んだが、やがてヨハンゼ・バスティアンバッハの門を叩く。1742年よりドレスデン聖母教会オルガニストに就任。百五十五年から没年まで。 ドレスデン十字架協会のカントルを振り出しとして、市内の3つの主要な協会で音楽監督を歴任した。ホミリウスの活動拠点はドレスデン聖母協会であった。十字架協会は1760年に破壊されてから、ホミリウスの没後まで再建されなかったためである。ホミリウスの作品は協会音楽で占められている。10曲以上の樹南曲、クリスマスオラトリを 復活サヨラトリオ、60曲以上のモテット、150曲以上のカンタータ、オルガンのための前奏曲とコラールなど、声楽曲はその大量の副写が今なお現存しているように19世紀を通じて人気があった。ありがとうございます。